はい、こんにちは、カパパです。今回はですね、先日ね、ヤマトモさんからちょっとお聞きした話なんですけど、ホームセンで買ったね、まあ、カシオの2000円もしないすごい安い腕時計で雪山に登ったんですって。北横ね。で、その北横の山頂で、登頂したということで、まあ、時間を確認しようと思って時計を見たらね、表示が消えてて読めなかったんですって。まあね、酒飲んでたんで、まあ、どうでもいい話だったらパッと流すんだけど、まあ、ちょっとね、引っかかったことがあって、いや、実は僕もね、そのカシオの激安の腕時計で雪山に登ることがあるんですよ。ちなみにね、まあ、こういう時計です。まあ、多分ね、これと同じようなやつを買ったんだと思うんですけど、このね、2000以下のカシオね、まあ、チープカシっていう名前なんですよ。チープカシオという、まあ、あだ名でね。で、非常にね、タフで有名な時計なんですよ。実はこう見えて。まあ、特にね、こちらの時計はね、イギリスの話でね、これを20年間ね、庭先に忘れてたんですって。ただ庭先でまだね、20年経っても動いてたとか いう逸話があるぐらいでね。で、僕もね、まあこれをはめてね、冬の北横の山頂に立ったこと何回もあるんですけど、まああそこの山頂だからね、寒い時はマイナス10度以下になりますから、だけどそういう時でね、僕これしてて、これの表示が消えちゃったなんてことは一回もなかったんですね。すごい優秀な時計なんですよ。だからこそね、あれおかしいねって、そんなはずないよねって、これの表示が消えるなんてという話になって、まあせっかくね、僕はね、こういう時計持ってるんで、この2000円以下のカシオの腕時計で実験しようと。ね、これでやってみっぺという話になっちゃいまして。でもね、ここで問題があるんですけど、これ正直言ってね、腕時計の、まあそういう低温実験のためにね、わざわざ雪山の山頂でね、こう震えながらこう検証してるなんて嫌だし、ねえ、いくらなんでも。そこでね、じゃあ、家にある冷凍庫でもいいじゃないかと。ね、冷蔵庫の中の冷凍庫ね。氷作る方、冷凍庫で冷やしてみようよという話の流れになってですね、じゃあ具体的にね、まあ、どういう実験するかってことで言えば、まあ、その冷やすというかね、まあ、冷やすぐらいじゃさ面白くないから、もっとね、冷やすよりもハードルの高いね、凍らすと、フリーズすると、氷に閉じ込めちゃうっていうかな、そんな凍らすという実験をね、してみたいと思うんですね。そこでね、まあ、一定時間ぐっと凍らすといって、氷の中で動いてれば、それすごいよね。これ1500いくらなんだけど、これの優秀性が証明されるってことで、登山時計として、まあ、十分使えるってことですよね。まあ、それをね、今回検証してみたいと思います。はい、ではね、早速ね、まあ、実験する時計たちをね、ご紹介したいと思います。これはね、カシオの F91W って言いまして、日常生活用防水です。で、Amazon の売り値、今のところね、1540円です。カシオ好きの方だったら有名な時計なんですけど、まあ、ある意味ね、G-SHOCK よりも有名かもしれないですね。で、日常生活防水ってあるんですけど、まあ、僕の場合ね、風呂もシャワーも、まあ、これして入る。まあ、全然それでも OK でしたね。で、続いて。これなんですけどね、針式ですね。これもカシオのね、MW59 というモデルです。まあ、ここに書いてあるんですけど、50メーター防水ですね。で、値段がね、2310円ということで、まあ、こちらの F91 よりも、まあ、若干高いんですけど、もうこれもすごいね、売れ筋の針式時計です。で、次にですね、まあ、これなんですけどね、まあ、これだけちょっとメーカー違います。これ Q&Q というのはシチズンのブランドなんですけど、まあ、せっかくね、こういう実験やるんだからということで、まあ、メーカー品でね、一番安い時計ってことで選んだのがこのシチズンなんですよ。まあ、値段出てますけどね、ちょっと開けてみましょうか。はい、こういう時計でして、まあ、シチズンの S018A という時計です。で、なんとね、これはね、もうこれちっちゃく書いてありますけど、100メーター防水なんですね。信じられないけど。で、値段がね、ほら、これ839円ですよ。839円で100メーター防水で、で、しかもね、シチズンですよ。まあ、今回のね、このチップカシ2つで最初やろうと思ったんだけど、面白いのでね、これ実験に加えてみます。あとね、これもね、まあ、ちょっとやってみたかったんだけど、これね、ダイソーなんですよ、ダイソー。で、これもね、ちょっと加えてみようと思ってるんですけど、ちょっと開けましょう。ペラッペラだね、これ。はい、これがね、ダイソーのブループラネットっていうブランドの時計で、防水性能はなんとね、これ、非防水です。非防水。防水にあらずって書く、非防水ね。で、値段はね、まあ、税込み110円ですよ、もちろん。で、ここにね、ほら、こうちっちゃくね、非防水って書いてあるでしょ？この裏面もね、よーく見るとね、この時計はね、防水ではありませんと。水濡らさないでくださいって書いてあるんですよね。だからね、これ、極論から言うと、この実験やったら、絶対水が入ってきちゃうと思います。正直言って。逆にね、これはね、どこまで水が侵入するのかと。
表示の中までね、タップンタップンになるのかと、いろいろね、そんな興味があるんで、まあ、今回ね、ちょっと110円無駄にしちゃうかもしれないんですけど、これも一緒に実験しちゃおうと思います。はい、ではね、実験会場に移動しましょう。冷凍庫からね、このバットを出したんですけど、うわ、張り付いちゃった。で、これね、ほら、見るとわかると思うんですけど、これ氷をね、1センチぐらいの厚さで、もうすでに張ってます。まあ、直接ね、バットに時計つけちゃうと、ちょっと別の結果が出ちゃうと思うんで、この上にね、乗せてきます。これ、カシオの F91 ね。はい。で、これもね、まあ、カシオ、チープカシオの張り式ですね。で、これがね、シズンの Q&Q の839円だかな。めちゃくちゃ安い。防水100のやつね。それとこれが、やっと怒られちゃうかもしれないけど、100均のね、非防水って、非防水時計をね、防水実験しちゃうという、まあ、今回の試みですけど、まあ、これを入れてですね、まあ、こんな感じ。すごいね、なんか魚をね、こう漬け込んでるみたいな感じだけど、この上にさらに水をかけて、まあ、完全に凍結させちゃうと。この段階でももうかなりね、もう時計がね、冷たくなってんですよ。で、時間はですね、読めますかね。今12時49分で出てますね。まあ、こう時計合わせときましたんで、これから冷凍実験ね。これをガチガチに凍らせていきます。じゃあこれね、水 500ml ぐらいあるんで、これをね、注いでいきましょう。はい、ちょ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 。すごい嫌だね、これシュールだな。はい、これでね、まあ表面、まあ、ちょっとかぶれるぐらいなんで、まあ、あと400ぐらいね、ちょっと入れていきたいと思います。ジョボ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 。おー、こんなもんかな。まあ、要はね、ひたひたになればいいんで。はい、ひたひたになりましたね。すんげーだ、これ。時刻はね、12時52分ですね。みんなそう。みんな同じ。お、これも非防水も頑張ってんじゃん。ダイソーの非防水も。なかなかこんな絵ないと思うんだけど、はい、これをね、冷凍庫に入れて凍らせていきたいと思います。はい、入りましたね。すごい絵だなこれ。はい、時刻はね、12時54分、12時55分だね。はい、これでスタート。2時間ですね、経とうとしてます。さあ、どんな具合になってるか。さあ、開けてみますよ。はい、じゃじゃーん。おお。表面ね、ちょっとまあ、膜というかね、張ってますね。これ大事かな。薄い氷ね、これ白氷って言うんだけど、白氷が張ってますね。もう完全にね、この時計たちは氷の下です。問題はね、これ動いてるかどうかって話なんだけど、すごいよねこれね。この3つはね、動いてますね。秒針まで全部正確に時を刻んでます。で、一番こっちのね、ダイソーの表示が出てるんだか出てないか分かりません。多分ね、あ、もう消えちゃってるよ、ほら。ちょっとこれだけ出してみようか。うわぁ。あ、残念。これはね、このまま入れといてもしょうがないんで、これ出そう。
2時間超えた時点では、どの時計も正常に動いてます。すごいね、これ完全にほら氷の下なんだよこれ。もうすぐね4時ですということは、まあ、時計をね凍らしてやる実験スタートしてからね、ついに4時間が経とうとしてます。今から開けていきたいと思います。チャ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 ーということで、うわバリ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 だよ。こんな風ですねすごいシュールな絵だなこれ。はい、こんな感じでね、時計ガチガチに凍ってしまいました。4時間経ってますね。でね、まあ、まだね気泡とか入ってるんで、これ完全に凍結してるわけじゃないんだけど、もうこれぐらいね完全にもう氷漬けですね。これすごいねこれ。まあ、要はね4時間凍らせて氷の中動いてるかどうかってことなんですね。ちょっとねこのデジタルの方が分かりづらいんだけど、3時56分秒針も動いてますねこれ。ほら15時56分になってるけど、で針式の方の時計もね、午後の3時の56分これシーズンのね839円だかな、これもね、午後3時56分の、まあ、もうすぐ57分になりますね。これ針もぴったりだね、秒針も1秒の狂いもないですね。僕の電波時計とどれぐらい違うかちょっとやってみましょう。はい、これがねタフソーラーなんですけど、これはもう間違いないですね。はい、このタフソーラーと比べるとね、もうぴったり合ってますね。もう1秒の狂いもないですね。これ完全に凍っちゃってんだよ、ほら。凍っちゃってるけど、正確に時を刻んでます。素晴らしい。こっちがね、チプカシの F91 ですね。F91W。まあ、右がね、針式の MW なんとか。素晴らしいね。4時間凍らせてね。まだ動いてるという。これぞチプカシ伝説。はい。ということでございましてね、カシオの激安時計、チープカシオ。まあ、いわゆるチプカシですね。これのね、対低温性能はどうなんだろうと、そんな下りで始まった今回の実験なんですけど、結局ね、このチプカシの優秀性がね、証明された形になりましたね。これね、成功でね、終わったから良かったんだけど、まあ、正直言ってね、ちょっと不安だったんですよ。まあ、いくらね、激安とか安いって言ったってね、これまあ全部合わせたらね、まあ、5000円か6000円ぐらいになっちゃうしね。で、僕的には、以前はね、このね、プロトレックとか、G-SHOCK、まあ、こういったものを使ってたんですけど、最近だとね、これスントコアを手に入れることができたんで、まあ、このスントコアも使ってるんですけど、このチプカシはですね、こう見てもらった通り、これね、6ミリとか7ミリですよ、これ。薄いんで、こう袖に引っかからないんですよね。ですので、冬なんかね、もうこれ一択ですよ。冬なんかね、ほとんどこうチプカシですよ。冬は着込むからね、もう袖に引っかかるの嫌なんで、この薄さを利用してね、チプカシですよ。ただ同時にね、対低温性能がね、ものすごい優秀だということが、実際こう証明されたんで、本当に良かったなと思ってます。本当にね、お勧めします。もう2000円で、もう2000円以内で買えるね、もう最強の時計です。はい、ということでございましてね、長々とご視聴ありがとうございました。カパパでした。うわ。うわ。